アンダ海軍が第二次世界大戦前から大戦初期に運用した通常動力潜水艦である K-14 旧潜水艦の5番艦 k z v はフィエンロールと造船所で建造された1931年6月10日に浸水後1932年9月27日に竣航した1933年7月から8月に試験航行を行い 1934年3月23日に収益した。6月20日から8月1日まで解剖戦艦、ヘルトーグ・ヘンドリックと駆逐艦、エバーチェン、水雷艇、Z5、潜水艦、K、K17 と共にバルト海へ演習航海を行った。艦隊はグディニアとケーニヒスベルク、リガ、コッペンハーゲンに寄港した。 1934年11月14日、ケーズ・バイブは、オランダ領東、インドに開港されるため、オランダを執行した。この航海は単なる開港だけでなく、潜水艦と装備品の耐久試験や奉艦外交、便乗した地球物理学者、フェリックス・ベニング・マイネスによる余剰での重力測定を兼ねていた。ケーズ・バイブは、フンシャル、エーリオ・セント・ビンセント、ダカール、 ペルナンブーコ、リオデジャネイロ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、マルデルプラタ、サイモンズタウン、ケープタウン、ダーバン、ポートルイス、フリーマントルを経て、1935年7月11日にスラバヤに到着した。乗組員には、K、ズバイブメダルが授与された。1938年9月6日、K、ズバイブは、姉妹艦と共に、 スラバヤで開催されたミルヘルミナ女王即位40周年記念観艦式に参加した。1941年1月16日から1月26日、ケイズ・バイブはマカッサル海峡の紹介公開を行った。6月には東南アジア海域に日本軍の輸送艦隊出現の方を受け、K-17 とケイズ・バイブが南領東インド北西海域の紹介を行った。 その後、11月28日まで修復を行った。第二次世界大戦開戦後、ケーズ・バイブは、マカッサル海峡の哨戒航行を行い、複数の船舶を攻撃した。ケーズ・バイブは1942年1月6日に帰還したが、1月11日に、日本軍は、乱領東、インドへの進攻をはじめ、乱ン作戦が始まった。アブダ司令部は、 タラカン島に続く日本軍の上陸地点をボルネオ島バリクパパンと予想し、アメリカ海軍の潜水艦6隻とオランダ海軍の潜水艦 k x v k イ5をボルネオ沖に派遣した。1月22日、k イ5はバリクパパン近海にあった東大船オリオンを関西砲で自沈処分した。 1>, 1月23日に始まったバリックパパン沖海戦では、ケーズ・バイブは、同日にマカッサル海峡で大日本帝国海軍の1400トン級の駆逐艦を攻撃して撃沈したと報告している。1月24日0時35分、ケーズ・バイブは停泊中の軽巡洋艦、中を乱撃した。中は、機関停止中で回避不可能だったが、魚雷は艦艇を通過し、 南東約1キロメートルで停泊中だった T 型貨物船、鶴ヶ丸2名中、鶴ヶ丸は沈没した。k ーズバイブは数時間後に行われたアメリカ海軍の駆逐艦隊による水雷攻撃の混乱に乗じて、再び日本艦隊を攻撃した。午前6時50分ごろ、K's v i b は第4号型区船艇、第12号区船艇を来撃したが、 巨来は再び艦艇を通過した。ケーズ・バイブは目標に損傷を与えたと報告したが、爆雷による反撃で潜水が不可能になるほどの損傷を受け、修理のためスラバヤに撤退した。1月28日、ケーズ・バイブはスラバヤで入居して修理に入ったが、2月28日には日本海軍の手に渡るのを防ぐため、ケーズ・バイブの艦載砲が、 駆逐艦バンケルトを、自陳処分するために使われた。連合軍艦隊は2月27日から3月1日の、スラバヤ沖海戦と、バタビア沖海戦で壊滅し、ケーズバイブも3月2日に自陳した。日本海軍は、ククツバイブを露角したが、日本に露角後の資料は残存しておらず不明である。日本国外の資料によると、日本海軍は、ケーズビーを、不要。 修復して、1944年からジャワ島と、マドゥラ島の間のマドゥラ海峡で、ピケット用のハルクとして運用した。1945年6月16日、北緯06度48分統計112度47分、北緯6.800度統計112.783度、6.800112.783で、イギリス海軍の潜水艦、タシターンに撃沈された。 ありがとうございます。